ああ何回考えてもやっぱ無理どうしてデートの日に仕事なんて入るわけ会社爆発してくんないかな土日は完全にお休みって法律で決めてよそんなこと言っても仕方ないよね一番しんどいのは私じゃないもんね せめて電話したいな声だけでも聞きたいでもさ仕事の邪魔したくないんだよねはあ朝からため息しかついてないよ <laughs> そろそろベッドから出ないとお昼ごはん作んなきゃうん ラインあお昼休憩入ったんだ少しだけ電話したいなうんーでもさすがに迷惑かなお昼食べる時間なくなったら困るしでも声聞きたいどうしようとりあえず返事しなきゃえっと大津 彼様今少し時間ある結局こういう書き方しちゃったら優しいからなんでって言われちゃいそうあ返事早あーやっぱりどうしたのって聞いてくれてるうんーどうしようか。 かなでももともと今日デートだったし5分だけ5分だけ時間とれる電話したいと怒っちゃったあ,あ電話もしもし お疲さま早いねすぐ電話くれたじゃん <laughs> 君も電話したかったんだそっか、うんうん、うん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 仕事になって嫌な気持ちになったのは私より君でしょでもねー やっぱり頭では仕方ないって分かってるんだけどちょっとは寂しいだってさだって本当だったら今日はお買い物してカフェでランチしてほら君がやりたいって言ってたボーリング行く予定だったでしょ今日のためにね動きやすいように新しく服も買ってさそうすごい楽しみにしてたから。 その…もし君がしんどくなかったらでいいんだけどさ私の家に来てほしいなーってえっいいのじゃあ来てもらっちゃおっかなー明日は日曜日だからお泊まりもしてっくよね <laughs> うんじゃあお泊まり 君をウーバーバしちゃうんだから <laughs> そう恋人ウーバー <laughs> 配達員と商品は君ねあでも晩ご飯君が着いたら注文するそれともなんか作っとこっか大丈夫そっかじゃあご飯ウーバーしようねあ呼ばれちゃったじゃあ 今日会えるの楽しみにしてるから。もう切るね。ゆっくりお昼食べてね。うん、頑張ってまたね。よし会えるの楽しみだな。そうと決まればメイクとかしなくちゃ。ああ、掃除もよし頑張るか。 準備できたけど外雨すごいなこんな雨で来てもらうの申し訳ないな会いたいけど仕事で疲れてるのに雨の中来るのしんどいよねうんどうしよう でもお昼に電話してくれたしこれ以上はわがまま言っちゃダメだよね来週お疲れ様雨がひどいから今日は来なくて大丈夫。 だよ寂しいけどがまんするとあーせっかくメイクしたのにな渡すのもめんどくさいしお風呂入るときでいっかもう仕事も天気も大っ嫌い んーインターホンなったなんか荷物頼んでたっけはーいえなんですぐ行く <laughs> ねなんで君がいるのだって LINE した時分かったって返事してたじゃんそれに来るって連絡来てないよ 会いたかったからってもう嬉しいてかめっちゃ濡れてるじゃん早くお風呂入ろっかちょうど今沸かしてたからすぐ入れると思ううんゆっくりしてきてんな何これえご飯買ってきてくれたのウーバーだからって。 <laughs> お昼に行ってたやつねそうそう恋人ウーバー君は優秀だねほんとありがとねお礼に今日は髪の毛乾かしてあげる <laughs> 嬉しいよかったそれじゃあお風呂行ってらっしゃいおかえりあったまった よかった。それじゃあドライヤーで乾かしてあげるねー。あーなんてドライヤーで聞こえない。寂しくさせてごめんって。うん,うん。今こうやって会えたんだから全然大丈夫。それに、雨のおかげで君のサラサラな髪も乾かすことができたからね せっけだからさうらやましいよはいおわりご飯食べよっかねそれ準備しよう何買ってきてくれたのあたしの好きなお好み焼きじゃんえう、ー、れしいう、な何急に頭なでてなにごめんのなでなで もう気にしなくていいってばあじゃあさ今日君恋人ウーバーじゃんだから追加注文してもいいですかあのねギューしてほしいなってダメですかせっかく恋人ウーバーなんだから。 恋人にしかできない注文したいんですけどん、ぎゅ毎日頼みたいな恋人ウーバーそれは無理ってわかってるもう <laughs> お腹鳴ったほらご飯食べるよ食べ終わったらたっくさんイチャイチャしようね